田マリサでウィッチドールです。よろしくお願いします。はい、2本目ですね。はいはい、最終決戦なんでね、頑張りましょう。はい。しかしまあ、この会場のお客さんなんですけど、はい。みんな女性ですよね。そうですね、言われてみれば。照明さんも音響さんもみんな女性。まあ、唯一の男性って言ったら、アホの司会者ぐらいですかね。まあ、アホかは知らないですけどね。男性のお客さんも欲しいよね。そうですね、何人かはね。あ、そういえば、あんたに前から聞きたいことがあってね。え、何ですか？あんたはさ、どういう男が好きなの？ああ、好きなタイプ？そうそう。まあ、前からそうなんですけどね。うん。やっぱり男性はね、中身よね。中身。うん。顔なんてどうでもいいね。どうでもいい。顔なんてどうでもいいんだ。うん、どうでもいいよ。ああ、そっか。ママ、建前はそれくらいにして本音は？顔だね。顔？やっぱり？うん、性格なんてどうでもいい。やっぱ顔だね。顔。うん、顔だ。性格は？性格はどうでもいい。なくていい、性格は。なくていいんだ。なるほどね。あなたはどうなんですか？私ですか？はい。私はほんと前から思ってたんだけどね。うん、うん。やっぱ男は中身だね、これ。ああ、中身。顔なんてほんとどうでもいい。なくていい、顔なんて。なくていいんだ。って、建前はそれくらいにして本音は？私男より女が好きなんです。気持ち悪いよ。ねえ、もう。男なんてどうでもいい私。女の方が。手握んないでよ。ちょっと、何よあなた。まあ、おふざけもこれくらいにしてね。まあまあね。いやー、でもね、いい男性と巡り合って、いつかは結婚して、子供も欲しいですよね。あんたよく言ってるな、それ。でも私にもし、相手がいて、結婚したらどうですかあなた。それは嬉しいですよ、本当に。あ、本当？心から祝福するし、結婚式にも出るし、新婚旅行にもついていくよ。それ嫌だよ。なんでついてくんの？いいじゃん。三人だったら二人で写真撮りたい時に便利だぜ。その点では便利だね。はい、アリス。カメラ持って。はい、チーズってなんで私が撮るの？旦那さん、キスしよう。チューをするな。チューをするな。チューをするなって。なんで？私の旦那。アリスの旦那は私の旦那。違うよ。フランドールじゃん、言ってることが。チルノです。どっちでもいいよ。どっちもおかしいよ。三人で行こうぜ。三人でなんで行かなきゃなんないの？どこ行くのよ、三人で。新婚旅行って言ったら定番があるじゃん。定番ってどこ？これですよ、これ。何？そのウェーブがかったジェスチャーは。え？南国の海？サンズの川。わかんないよ、それ。S って書いてるんですよ。サンズの S？ ジェスチャーおかしいよ。サンズの川に行こう、サンズの川。何も見るとこないでしょ。ありますよ、悲願。悲願って、向こう岸の？ロマンティックよ、これ。どこが？夕暮れ時に、二人で肩並べてね。え？将来、二人で渡ろうね。渡れるよ。確かに、いつかは渡るよ。いいね、ラブラブだね。なんかやだ、それやだ。いいですよ、新婚旅行はついてこなくて。サンズの川嫌か。嫌ですよ。じゃあ結婚式。結婚式で友人代表スピーチとかあるじゃん。ありますね。あれ絶対やらせて私に。え、やってくれんの？もう考えてるよ私。もうすでに？考えて紙に書いてポケットに入れていつも持ち歩いてるんですよ。それ気持ち悪いね、なんか。聞きたい？いいよ別に。聞きたいの？いいよ。聞きたい？いいって。行きたい？は？行っちゃいたいの？誰だお前。じゃあ聞かせてよ。じゃあ聞かせてあげます。ぐちゃぐちゃじゃん。あ、何回か洗濯したから。出しといてそれ。はい、じゃあ読ませてもらいますね。あ、ちょっと向こうでね。はいはい、スピーチね。あ、あ、ん？あ、そうなんだ。スピーチ。情けねえからな、そういうとこ。マジなんだからな、ヨウモはな。スピーチ？引きつけてきた。で、全然切れてないんだろ。え？かっこつけだからね、あいつは。弱いくせに。スピーチは？はい。え？あたし？あ、はい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 。ごめん、行ってくるね。友人代表のマリサです。長いよ。何を言ってんのよ、さっきから。臨場感。結婚式のね。いらないよ、そんなの。さっと読んでよ。オーケーオーケー、わかった。アリスさん、旦那さん、結婚おめでとうございます。明日、三途の川で待ってる。行かないよ、いい加減にしろ。ありがとうございました。